月曜最初のコーナーです。食いしん坊の番組をお送りいたしましょう。さあ今回ですね、スタッフおすすめのお店特集でございます。私がご紹介するのはお店自慢の本当にお腹いっぱいになる人気のランチご紹介したいと思います。それではどうぞ。今回はスタッフおすすめのお店特集ということで、宮崎市小松にあります徳盛をご紹介します。場所は平和大大橋を西に直進、小松の交差点を左折し3つ目の信号を右折すると正面に見えてきます。落ち着いた造りの店構えにジャズが流れるおしゃれな店内にはカウンター席が8席、掘りごたつのお席が24席、奥には大人数にも対応したお座敷のお部屋もご用意されています。こちらの徳盛、お店に入った瞬間に本当に広々としていて、まあ、いろんな形で使いやすいお店だなと思うんですが、はい、どういったお店なんでしょうか。はい、うちではですね、お魚に特に力を入れておりまして、宮崎県内から取り寄せた新鮮なお魚をおすすめしていて、家族連れのお客様にも喜んでいただけるようなメニューになっているかなと思います。まずランチメニュー、徳盛チキン南蛮、サバの塩焼き定食、数量限定の日替わり定食など、これすべてご飯も大盛りにしていただけるサービスがあるんですね。続いて夜メニューです。だし巻き卵、あさりバター蒸しに北海道ホッケの開き、メヒカリの唐揚げとか、もも焼き、天ぷらなどなど、ずらっと揃ってますね。さらにですね、日替わりのメニューになってるんですけれども、お刺身、一品料理など旬のお料理がいただけます。最初にご用意いただきましたのはこちら。まさにこれインスタ映えするんじゃないでしょうか。海鮮天丼定食1000円になります。海鮮丼と天ぷら、はい、ありそうでなかった、はい、そして夢のコラボレーションみたいな丼ですよね、はい、お刺身が3種類2切れずつと、お野菜の天ぷらが全部で6種類、今だったら菜の花とか春の野菜も載ってます。これ具材も多いので、はい、どれもいただこうか迷うんですけれども、はい、おすすめありますか。そうですね、今でしたら春のお野菜が美味しい季節ですので、菜の花の天ぷらをぜひ召し上がってください。今しか食べられないものですね。そうですね。ただですね、はい、天丼と海鮮丼だと、はい、かける、まあ、タレっていうのがちょっと変わってくるのかなと思うんですが、こちらは何でいただくんでしょうか。はい、お刺身と天ぷら両方に合うタレを作りまして、ちょっと甘めのお醤油ベースのタレになってます。菜の花の天ぷらです。綺麗にカラッと揚がってますよね。いただきます。カリッと揚がった天ぷら、菜の花のちょっとした苦み、はい、春を感じますねそしてこれに合わせたタレということで、ちょっと甘めなんですけれども、しっかり馴染んでてタレも美味しい。ありがとうございます。お昼に海鮮丼と天丼を一緒に食べられるっていうこのお得感、しかもこのお値段ですので、ぜひ皆さんこちら一緒に幸せ2種類味わっていただきたいと思いますハギちゃんは見た。夜限定メニューのアジの活き造り、宮崎どれの新鮮なアジを豪快に生けすから出して使用、脂身の甘さとプリプリの食感をお楽しみください。続いてもランチメニューからお得なセット、こちらご用意いただきました。ごま刺身茶漬けとチキン南蛮定食900円です。このセットで900円、かなり安いですよねそうですね、お得なセットになっております。中に入っているお刺身ですよね、お魚なんですけれど、はい、まあ、白身があったり赤身があったり、またオレンジ色があったりとか、はい、いろんな種類が入ってるんですね。はい、
旬のお魚をこちらも使用するんですけれども、今日だとオレンジ色が煮しめらサーモン、カツオ、イシダイ、生ダコの4種類が2切れずつ載っております。4種類ってなんだかこの一つでお得感感じますよね。そうですね、先ほどご紹介した天丼のタレと練りごまを合わせたものに5分ほど漬け込みまして、あったかいご飯の上に乗せて薄味に味付けた和風だしをたっぷりとかけてお出ししております。タイと煮しめらサーモン一緒に、お出汁がものすごく美味しいです。ありがとうございます。優しく香るんですけども、サーモンはとろけて、イシダイはちゃんとこう弾力があるんですよね。そうですね、あったかいお出汁かけるのでプリプリとした生のところと、うんうん、もう温まってるところと楽しんでいただけるかなと思います。これ本当にお出汁も美味しいので、最後まで全部スルッといただけるお茶漬けだと思います。そして忘れてはいけないのがこのセットになっているチキン南蛮ですね。そうですね、タルタルソースにちょっと特徴がありまして、らっきょうの甘酢漬けを刻んだものを混ぜてますので、玉ねぎと違ってちょっと甘酸っぱいさっぱりとした感じが味わっていただけるかなと思います。では、めちゃくちゃジューシーですね。ありがとうございます。お肉の肉汁も感じられるぐらいの揚げ加減と、このタルタルですね。そうですね、ちょっとこうね、酸味もプラスされて、そしてこの食感の面白さ楽しめます ね。食感は楽しんでいただけるかなと思います、ね。今回はこういったお得なランチご紹介いたしましたが、他にもいろんな種類のね、お料理がありますので、はい、ぜひご家族や気の合う仲間の皆さんと一緒にご利用いただきたいと思います。ボリューム満点のランチメニューがいただける特盛、バラエティに富んだお料理が堪能できます。ぜひご利用ください。いやー、これとなみくんどうでした？いや、チキン南蛮のタルタルにらっきょうが入ってるっていうのがすごいなと思って、うん、食べてみたいなと思いましたね。これらっきょう自体も酸味がありますからね、はい、食感がまたいいんですよ、シャキシャキの食感と。なるほどね、はい、もうまずピンポイントできましたね。で、最後気になったんですよ、タルタルソース好きなんで、ね、はい、もうそのボリューム、はい、でそのミックスするアイデア、はい、それやっぱ食べてみた後リーズナブルなお値段。そうなんですよです、ね、あのボリュームであの価格って本当に、うん、嬉しいですよね。海鮮丼と天丼が一緒になってるなんてなかなかないと思う、はい、ありそうでなかった組み合わせ、共通のタレ、はい、すごいですね、ね、で、あの天ぷらの方が6種類、はい、でお刺身も3種類入ってますので、いろんな味を楽しめるっていうのが、これ本当にお得、特盛りですよ、まさに。これは本当に食べてみたいと思いました、ね、そしてその、あの茶漬けの方なんですけども、はい、お昼から茶漬けっていうのも嬉しくないですか。いいですよ、全然ありですよね、茶漬けとチキン南蛮ですから。で、1000円のお釣りきますからね。そうなんですよ、はい、まあ、こちらも4種類が2切れずつ入っているので、はい、いろんな味を楽しみながらツルツルっといけると思います。いいですね。で、このチキン南蛮なんですけれども、あの他にチキン南蛮定食というのがありまして、はい、5切れで、特盛りのチキン南蛮が8切れ入ってます。これもボリューム満点です。はい、夜はですね、あの60名まで宴会対応の大部屋がありますので、すこちらの方もぜひご利用いただきたいと思います。ステージみたいなやつちょっとありましたもん ね、楽しめそうですよね、宴会がね、はい、面白そう。それでは場所のおさらいです、はい、はい、場所はですね、平和台大橋を西に直進、小松の交差点を左折し、3つ目の信号を右折すると正面に見えてまいります。そしてプレゼントもいただきました、こちらです。1000円分の食事券を5人の方にプレゼントいただきました。詳しくは番組最後のプレゼントコーナーご覧ください、はい、さあ、ご紹介したお店の情報はこちらです。宮崎ケーブルテレビインターネット加入者限定サービス宮崎グルメ情報と、スマートフォン専用のグルメサイトグルメットで検索してご覧ください。はい、以上、食いしん坊でした。 CM の後はゲストコーナーです。